もうすぐ計量終わりね。お腹すかしてるだろうな、幕の内さん。お兄ちゃん、なんでついてきたのよ。昨夜幕の内が電話かけてきて、お前とこそこそ話してるからよ。まったくもう。それにしても試合前に女に会いたがるなんざ情けねえ男だぜ。今回の沢村ってやつは一癖ありそうだからな。計量室で金玉縮みやがってんじゃねえか。縮むって、うん、幕の内の金玉なんぞ想像すんじゃねえ。